名古屋市立北梁中学校は愛知県名古屋市北区滋賀町にある名古屋市立中学校。校名は同校が所在する北区の北の字と他をしのぐいを持つ三笹の字を組み合わせ将来の発展を期待したものであるという。梁の字は丘の意も持ち由来の一つとなっているがどの丘を指しているのかは明らかになっていない。大地をしばしば三笹と呼ぶことがあり。 名古屋市を形成する厚田大地を指している、との指摘もある。高知はかつて名古屋市立女子短期大学として利用されていた土地であり、1966年まで当時の校舎が残されていたという。また、1967年から2000年まで名古屋市、北図書館が高知南西確に設置されていた。跡地にはテニスコートが設備されている。 1963年、富永千谷1965年、庭主げ九1967年、磯村吉夫1973年、高木博二1979年、鈴木則和か九1983年、今節用史九1 9 8 5年、安藤孝明1989年、川口和美1992年、武藤トマス九1995年、 吉川隆黒田正明平今こと内川和則2015年、伊藤博史2018年、稲田則子2021年、伊藤勝美生徒議会、生徒会、議員会、生活委員会、文化委員会、体育委員会、保健委員会、美化委員会、図書委員会、選挙管理委員会通学区域は以下の通りである。愛知県小中学校市によると、 生徒数の変遷は以下の通りである。ありがとうございます。